なあ霊夢、最近映画のブラックホークダウンを見たんだけど、あの映画って本当に実際に起きた内戦を題材にした作品なのか？本当よ。その映画はアメリカ軍がソマリア内戦に介入した場面が書かれているわ。事実を書いた作品だけあって臨場感があって面白かったでしょマリサ？本当に面白かったぜ。アクションはもちろん、最後まで飽きさせないストーリー展開に私は脱帽したぜ。映画ブラックホークダウンは基本的にリアリティを求めた映像作りがされているから臨場感を味わいつつ、ストーリーを最後まで楽しめたと思うわ。いやーそれにしても実際の出来事を題材にした映画なんて知らなかったぜ。霊夢、ブラックホークダウンをより一層楽しむために、その映画の題材になった出来事を私に教えてくれないか？わかったわ。じゃあ今日はその映画の題材になった内戦を説明していくわね。ゆっくりしていってねー。映画ブラックホークダウンは、1993年10月3日に起きたモガディシュの戦闘が題材となっているわ。この戦闘はソマリアのモガディシュでの内戦中に、国連軍に支援されたアメリカ軍とソマリア民兵との間で起きたのよ。そのモガディシュの戦闘ってどういう経緯で起きたんだ？国連が介入するぐらいだから、相当ひどい惨状だったと思うが。1960年、アフリカの角に位置しているソマリアはフランスからの独立を獲得したの。そして、1969年まで民主的統治が行われていたけど、ムハンマド・シアドバレという部族の武将の登場により、軍事クーデターが発生。ソマリア政府はバレに乗っ取られ、バレがソマリアを支配するようになったの。しかし、バレ支配下ではソマリア繁栄せず、逆に多くのソマリア国民は貧困に苦しんでしまったわ。バレはソマリア国民を豊かにしなかったんだな。その後もソマリア国民は深刻な飢餓、壊滅的な干ばつ問題に加え、近隣のエチオピアとの戦争による軍事費用の浪費によってより一層問題が深刻になったの。国民が苦しんでいるのに戦争をするなんて信じられないな。まず国民の命を大切にしてほしいぜ。そんな絶望的な状態が続いたため、1991年にソマリアで内戦が起こり、ソマリアを支配していたバレは対立する氏族に打ち倒されたわ。バレ政権は倒されたのか。それじゃあソマリア国民の飢餓問題は解決へ向かったんだな。それが違ったのよ。この内戦によって多くの死者が出たことによって、ソマリアの農業は破壊され、より一層の飢餓状態に陥ってしまったの。内戦で国内はめちゃくちゃになるし、大切なマンパワーも足りなくなったから、農業に支障が出たんだな。この状況を見かねた国々は人道的救援活動を行ったけど、ソマリア国民に支給した食料の約 80% を乗っ取った地元の武将たちに妨害され、ソマリア国民に十分な食料を提供することができなかったの。ソマリア国内がめちゃくちゃになっているから、武装した武将たちに妨害されても仕方ないな。1992年7月には国連が救援活動を保護するために軍事オブサーバーを派遣。続いて1992年8月にはアメリカが国連救援活動を支援するために400機の軍隊と4万8000トン以上の食料と医療品を届けたわ。だけど、ソマリアの内戦はひどくなる一方だったため、これらの支援ではソマリアの状況を改善することができなかったのよ。こんなに支援したのにソマリア国民の状況は改善しなかったんだな。こうなると国連もアメリカも諦めたんじゃないのか？それがアメリカが諦めなかったのよ。1992年12月、国連の国連安保理はアメリカ軍を中心とした多国籍軍をソマリアに派遣し、国連平和維持活動に尽力したの。しかし、ソマリアの武将であり氏族の指導者であるモハメッド・ファラ・エイディットが、国連に対して宣戦布告し、1996年6月国連パキスタン軍を攻撃したわ。国連に宣戦布告するなんてすごいな。エイディットっていう人はかなり度胸があると思うぜ。この国連パキスタンが攻撃されたことによって、国連安保理はエイディド派幹部拘束を目的とした作戦実施が全会一致で可決されたの。これがモガディシュの戦闘が起きるまでの経緯よ。さあ、ここからが本題のモガディシュの戦闘の説明だな。ワクワクするぜ。1993年10月3日、アメリカの陸軍、空軍、海軍の特殊作戦部隊が、モハメッド・ファ・エイディットとその側近2人を捕らえることを目的とした任務を開始したわ。ちなみに、このアメリカの特殊部隊は160人の男性、19機の航空機、12台の車両で構成された第75レンジャー連隊と、デルタフォースからなるアメリカ特別作戦部隊だったのよ。第75レンジャー連隊とデルタフォースってどこかで聞いたことあるけど、具体的にどんなことをする部隊なんだ？第75レンジャー連隊は通常戦闘と特殊作戦の両方を遂行できる精鋭部隊で、空挺効果による強襲や、敵の捕捉殺害など様々な任務をこなせる能力を有しているのよ。また、この連隊は4つの部隊で構成されており、毎月持ち回りで4部隊のうち1部隊は18時間以内に世界中のどこにでも出撃可能となっているわ。18時間以内に展開可能なんてすごいな。
デルタフォースは主に対テロ作戦を遂行するアメリカ陸軍の対テロ特殊部隊で、建物が多くある市街地などでの近距離戦のエキスパートなの。また、人質救出も専門であったり、世界中の建物や航空機などの内部情報を有していると言われているため、瞬時にあらゆる対応が可能だわ。すげえ、この二つの部隊で構成されている特殊部隊なら、作戦の目的をすぐに達成できそうだな。それにしても特殊部隊ってかっこよすぎるな。このような構成で臨んだアメリカは、この作戦を30分程度で終わらせる自信があったけど、実際は15時間以上費やしてしまったのよ。こんな最強の特殊部隊が任務に当たったのにか？どうしてだ？霊夢、詳しく教えてくれ。作戦開始数分後、作戦対象ビルの四隅にレンジャー連隊が配置し、安全確保に成功。しかし、ソマリアの民兵や住民の手によってモガディシュの通りに岩や火のついたタイヤを用いた簡易的なバリケードが設置されてしまったのよ。この状態じゃ、次の部隊がモガディシュに入ることができないな。戦車や車に乗っていたら、なおさらこのバリケードを突破することは難しいだろうな。一方、モガディシュの街路上空21メートルにはホバリングするヘリコプターから次々と急襲部隊が降下し、IDとの幹部たちの拘束に成功したわ。そして、この急襲部隊は地上部隊とも合流し、あとは撤収するだけだったのよ。何か嫌な予感がするな。しかし、ヘリコプターはソマリア民兵のロケット推進手榴弾によって市内で撃墜され、その後も2機目のヘリもソマリア民兵によって撃墜されてしまったのよ。ちなみに、このヘリコプターは MH60 ブラックホークと呼ばれ、映画の題名にもなっているからマリサも知っていると思うわ。知っているぜ。映画の題名にもなってるし、このヘリが墜落してからの物語が映画の本題だからな。それにしても2機のブラックホークが撃墜されて米軍は大丈夫なのか？米軍の陸上部隊は作戦を撃墜されたブラックホークの生存者救出に変更したわ。また、上空から援護射撃を行っていたランディ・シュガート1等軍曹とゲイリー・ゴードン総長は、墜落現場周辺にソマリア民兵が集結しているのを上空から確認し、作戦指揮官に墜落現場を確保するために地上に降下することを要請したのよ。しかし、墜落現場が危険な状態だったため、作戦指揮官はこの要請を却下してしまったの。確かに周辺に敵対勢力がいたら危険だな。それに狙撃兵だからヘリ乗って上空から援護した方が効率的だしな。それで結局彼らはどうしたんだ？映画だと助けに行くんだが。彼らは許可が出るまで要請を繰り返したわ。そして、墜落現場から100メートル離れた場所で降下し、撃墜されたブラックホークに向かったの。そこには生存者はいたのか？パイロットのマイケル・デュラント上級順位が操縦席で生存していたのよ。しかし、デュラントは背中の椎骨が砕け、左の太ももの大腿骨を骨折していたため、身動きが取れない状態だったの。そうこうしているうちにソマリア民兵は墜落現場を包囲し、シュガートとゴードンはソマリア民兵に射殺されてしまい、身動きの取れないデュラントは、捕虜になってしまったのよ。こう聞くと、映画ブラックホークダウンは本当に実話を元にしたってのがわかるな。そうよね。シュガートとゴードンの行動は本当にすごいと思うわ。その証拠に彼ら二人にはベトナム戦争以来の名誉勲章が授与されているのよ。確かに危険を顧みず、仲間を救う行動はすごいと思うぜ。現に名誉勲章ももらっているし、その生き様が映画にもなっているしな。ところで、救援に向かった地上部隊はどうなっているんだ？救援に向かった約90人の兵士は最初に撃墜された地点に到着したけど、ソマリア民兵に銃撃によって包囲され、逃げ場をなくしてしまったのよ。また、短期決戦の予定だったため、必要最低限の装備しか米兵は整えておらず、この状況はアメリカにとって最悪な状況だったの。さて、この最悪な状況はいつまで続くんだ？もしかして長引くのか？いや、次の日の早朝にはマレーシアとパキスタンの国連部隊などが救援に来たことで、状況は良くなったのよ。意外に早かったんだな。だけど、絶望的な状況だった兵士にとっては、この数時間が地獄のように感じたんだろうな。この救援によって10月4日午前6時30分、米軍は国連軍が拠点としているパキスタンスタジアムにたどり着くことができたのよ。ようやく安全な場所にたどり着いたんだな。それでこの戦闘での死者負傷者はどれぐらいだったんだ？米兵19人が死亡、74人が負傷しており、米政府発表によるとソマリア民兵市民が1000人以上殺害されたみたいよ。また、この戦闘はアメリカ軍がソマリア国連活動の中で直面した最も激しかった市街地戦の一つとされており、アメリカがソマリア介入から撤退したきっかけの戦闘なの。どうして撤退するきっかけの戦闘になったんだ？それは米兵の遺体を裸にしてソマリア住民が引きずり回すという悲惨な動画が、アメリカのニュース番組に放映されたからなのよ。この衝撃的な映像を見たアメリカ国民の間でソマリア撤退論が高まりだし、1994年にソマリアからの撤退が正式に決定したの。
そんな悲惨な映像を見たら、ソマリア撤退論が高まっても仕方ないな。アメリカによる平和維持活動は失敗に終わったソマリア。現もソマリアは非常に治安が悪く、外国人観光客はすぐに目をつけられ、犯罪に巻き込まれてしまうの。また、2017年10月14日にはモガディシュで2回の爆破テロが発生し、350人が死亡。2週間後の10月28日にはソマリアのホテル前でトラックに仕掛けられた爆弾が爆発し、少なくとも23人が死亡しているわ。内戦はないにしても、やっぱりソマリアって治安が悪いし、危険な国なんだな。この状況が落ち着くまで訪れない方が賢明かもな。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。